大体ね、1エリア30分ぐらいで終わっちゃう感じなんですよね。取らずに行ったら30分ぐらいで終わるかな。次のエリア行きたいと思います。ウサギの謎はそのままに、そのままに。ウサギ見つけたら撃ってみますけど、ね、星の近くにウサギがいたんですけど、さっきの動画見てください。もう全部のミッションクリアしてんのにさ、まだ捕まえてないやつがいたんですよ。修行中って言ってたけど、孤島か、こっちか、シティか、シティやな。あの右下のところからちょっとチラチラと垣間見えたシティ、難しそうだから後回しにしようと思ったけど来ちゃいましたね。シティ難しくないね別に。シティエリアのガソリンスタンド、あ、かっこいい。あ、的ある。的俺好きだよ。あの的好きなんだよね俺。的ももう今はうまいやろ。悪いねついてたけど、的の面白トークに悪いねつけてたけど、誰かがつけてた。あのね、的を降りるときにちょっとガソリンスタンドないから、あのないな本当にガソリンスタンド。あの的の面白話したいんですけど、面白くないかもしれない。地面にが、ま、的があって飛行機になって、そこから木を抜き刺しして、あれどこやらガソリンスタンド。本当にエンジン切れてまうぞこれ。下かな、あった。木を抜き刺しするじゃないですか、こうやってパラシュートになるために。で、キーを持ってる手を傾けてどうやって操作するんって言ってたんですよね。このハンド、飛行機トイコンの方を動かして、何にも入ってね、ただの段ボールを動かして、どうなんかうまくパラシュート操作できんけどねつって、右手の方に持ってた抜いたばっかりのキーをの傾きにちゃんと動いてたっていうね、面白話ね。これに悪い根がついてました。で、今はもうほらこんなに目の前に止められるぐらいパラシュート上手くなってるんですよ。だからちょっとねやってください。あれを届かねー、あれ届くところ下手、うまく降りたのにって、うまく降りたの自慢したのに。あるあるね、あるあるは、ここでガソリン庫を入れてるときにちょっとだけアクセルを押しちゃってるっていう、危ないから。本当の車のときってなんで間違えんのやろな。あれ無発進、抑制、抑制じゃない、抑止、うん、分からんけど、的がとにかく楽しみっすわ。他4度効果なんやろ。またあの環状道路もあって、トラベラーもまたいて、パラシュートで的に着地がありますよね。で、旗もありますよね、3匹もありますよね。秘密もあります。何や秘密って、何や秘密もって、秘密は初めてよ。あと空中なんかよくわからん、読め。よし、じゃあ行きます。